ンポン。はい、じゃあみんなの体入れ替えます。お前いきなり最高なことやろうとしてんじゃねえ。ふざけるうわ、マジで入れ替わってる。みんなハット。ゆい、葵だぜ。あかねちゃんやな。みんな見てみて。この可愛い姿を。可愛いやろ。うちの妹可愛いやろ。ちょ、お姉ちゃんやめて。お、葵ちゃんはスイナちゃんか。ほら大サービスや。しっかりうちの妹見てやー。ちょっと本当にやめて。意外と釣りもないやろ。なんか不思議な奴らやな。赤の二人ハット。どっちや。あ、スイナちゃんっぽい。おい待てや待てや、人の頭に何乗せとるんや。あ、大丈夫です。この子この見た目ですけど素材が布なので。そうなの、知りませんでしたっけ。そいつ登場時から今まで一切知りませんでしたね。さて残りは一人やが。おい黙っててももう中身丸わかりやぞ。早く喋れ。あらいさむあらいさむがってむピッピクピウインウイン脳みそビリビリ。おいなんか変なの入ってねえ。香りあかりちゃん、なんかどっかから声が。あかりちゃん、なんだよこいつ。ゆかりです。ゆかりちゃん、ゆかりちゃんなんか、なんでそんな体に。いや、入れ替わり砲を撃つときにこいつが紛れ込んできてしまって。とんでもねえもん紛れ込んできてんな。ということはうちの体にこの変な宇宙人が入り込んだってことや。キャトルミューティレーション。あん。おいやめろやめろ。何食おうとしてんだやめろ。こら、ごめん、素直すぎ。これ以上食べたらさらにデブール天命。おい早く戻すで。かしこまり、発射。いやよし、これで元に戻った。あれ、アカネちゃんになってる。うわー、え、はよ戻してや。アカネちゃんが蝶になってる。パタ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 。おい、うちの体今度は蝶入ってんじゃねえか。どうすんだよキャトル。うわ、今度は先生の体に宇宙人が入ってる。あ、私は本人です。本人かよ、こんな時にふざけてんじゃねえぞてめえ。ピンポン。わんわんよーん。うるせえな。なんやねん。2月22日はにゃんにゃんにゃんで猫の日です。じゃあなんで冒頭ワンワン言ってたんだよ。でも猫可愛いし、猫可愛いか否かの話はしてねえよ。ちなみに私は今猫になってます。ああ、だからなんか見慣れない耳ついてんのね。ではあかりちゃん、この猫じゃらしを渡すので遊んでください。はあ、なんや猫になりきってじゃれてくれるんか。よし、行くで、そうで、ゆかりちゃん、ほれほれ。はは、バーカてめえ、なめてんのか。ほらなんですか、いきなり。今の若い主が遊んでやる感出してるのを見下す猫の真似ですよ。そんなイレギュラーパターン求めてねえよ。ふふふ、お次はどれで遊んでもらうか悩むわ。ロビー改めろ。持ってるおもちゃが独特すぎる。こんにちは。うわ、びっくりした。撫でて撫でて、ねえ撫でて。唐突すぎやろ。もしかして2月22日のニャンニャンニャンの日を今やろうと思いコスプレしてるところでしたか。継続理解。よし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 。はあ、なんかいけないことしてるみたい。おう、そういうことならうちも撫でたる。シャーン。うわ、なんやねん。シャーン。なんや、喧嘩ならかったる。うちも耳はセットや。多分耳が違う。猫同士の凄まじい威嚇の応酬、見応えがありますね。どっちもどこかしら猫じゃないけどね。ふ、甘いで。こっちには無敵の飼い主、あかり様がついてるんだぞ。ヒルセドアゴ。いや、何わけわからんこと言ってるに。うわ、やられたわん。なんでやねん。では、では、今日からよろしくにゃにゃ。こいつら飼うの絶対嫌なんですが。ピンポン。3月に入ってから思い出すように2月のイベント紹介し始めんのやめてくれる？今日はバレンタインデーでしょ？今日はホワイトデーです。今日はバレンタインデー。違う違う、発音間違ってたとかそういう問題じゃないから。今日はバレンタインでしょ？うわ、これ肯定しないと進まないやつだ。はい、そうですね。なので実はあかりちゃんに作ってきたんです。お、もしかしてチョコとヤノイジ。なんでだよ。丹精込めて作りました。食べてください。これ食い物なの？しかも生でだよ。あ、ロケロケロケ。実はもう一つ用意してるんです。もういいよ。またどうせ変なの出てくるだけ。うるせえな、はいよ、さっきから。今度はちゃんとしたやつですから。ほら、手編みマフラー。ほんも。やだ、重いのはあかりちゃんでしょ。ふふふ。うちの重い、受け取ってくれた？しかと受け取りましたぜ。こんにちは。いや、今日はホワイトデー。ハッピーバレンタイン。え、ハッピーバレンタイン。いや、今日はホワイトデー。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。葵さん、今日はバレンタイン日より。スイナさん、チョコメ。てめえ何食ってんだ。まあ、あかねちゃんがおるし大丈夫か。あかねちゃんなら先生の言ったことに噛みついてくれるやろうし。今日がバレンタインなんも知らないんですか。恥ずかしい。そんなこと知っとるわ。今日はバレンタインやろ。知ってたわ。騙されやすいにも程があんだろ。今日は誰が何と言おうとホワイトデーやろうが、お前ら気をしっかり持って。怒んなよ。そんな怒んなよ。さっきからてめえはどこから目線の誰なんだよ。返事は？は？何の話や。これ本命チョコ的なプレゼントですよ。これ本命のチョコ的な何かしらなのかよ。さあ、返事よ。でかいでかい、顔がでかい。返事。それ、二人は幸せな気持ちで。その煽り方マジでやめろお前ら。ピンポン。新しい動画シリーズを作ってみました。ああ、見たで。あのあかねちゃんとあおいちゃんの動画な、すごかったな。えへへ、当然や。これからは私たちで楽しいを作っていくシリーズと、楽しいコンテンツ情報を届けるシリーズの2軸でこのチャンネルを運用していき、おうち大好き人間を量産します。まあ時代には沿ってるかもしれんな。そんなわけで本日はこれからシリーズ化していく動画の案出しをしていきます。おお、なんかこの動画シリーズの中で一番まともな内容が来た。時代の移り変わりは早いですからね。今のうちにアイディアだけでも貯めておくといいかなと思いまして。うん、ゆかり先生からそんなま
ともなゼリフを聞ける時が来るなんて成長したんやな。えへへ。では案出しを始めます。まず私の案ですが、食べよう虫をボイロ虫食い研究会という。絶対いや。え、絶対いや。食べようじゃねえよ。じゃあお顔ショップとかどうですか。こっち狂いすぎだろ。お前の顔のバリエーション見て何が楽しいんや。大丈夫、知らない人の顔もありますし。なんであんだよ。てかラインナップの心配はしてねえんだよ。しかも本当に誰だよ。威力の高いヨーヨー大全とかどうや。威力いります。サーバントかっこうんこかっこ閉じ特集とか。クローズアップしてる物体がちょっと。私が個人的に集めたゆかり先生とあかり先輩のいざこら特集とか。ちゃんと後で廃棄してね。全然興味ないんですが。おいくら。値段聞いてどうする気だてめえ。うん、斬新なアイディアがたくさん出ましたね。ステータス斬新さに曲振りしてるけどね。ではみんなの意見をまとめて。次のシリーズはドン。威力の高いヨーヨーを振り回してるサーバントかっこうんこかっこ閉じが虫ショップを開く動画でいきましょう。悪魔の配合やめろ。てかあかりちゃんは何がいいんですか。うちか。うちはやっぱテディベア特集とかがええかな。脳内メリーゴーランド回を受ける。てめえなんつってから。